ゆみチャンネル。男子が死んだ、そして10年、男子が死んだシリーズとは言っては おかしいんですけども、いろんな、父の直弟子さん、お弟子さんたちに、来ていろんなお話を聞かせていただいてます。今日のゲストは、立川段之助さんです。段之助でございます。お久しぶりでございます。いやいやいや、こんなことでもないと本当に皆さんと会う機会がコロナでないくなっちゃったからね。そうですね、一問でも会わないですね。そうでしょ、男子祭りと、あとね、新年会が何年ももはや中止になっていて、なんか私なんか何も知らないうちにね、総領の望月さんがお亡くなりになっちゃってね。嘘でしょ。お亡くなりになりました。いつ？10月の何日か。ちょっと待ってよ知らないでしょ。やだ、何にも教えてくれないんだ。誰に聞いたの？いや、ネットで。ネットで？うちはそういうわけのわかんないね。だって立川流のね、連絡もってないんですよ。そうなんだよ。だ今回も皆さんをお呼びするのに、連絡も果たしてどこにあるのかと。それで、だからみんなね、携帯持ってるんだからね。それでショートメールぐらいできるんだから。さんが、ちょっと待って、あったあったって、2年前ぐらいのだけどって言って、一通り送ってくださったんですよ。それで、今回も、段之助さんも連絡取れたし、LINE もやってないし、つながってないので。だからちょっと待って、アドレスぐらいあるんだから、メーリングリストかなんか作ればね、一発で全員に知らせられるんです。さ、お亡くなりになりました。ヒラリンたちと私が一杯飲んでた時、いつ文字付け師匠呼んだらいいじゃないですかって言われてたの。はいはい。だけどそんな今も元気なのなんて言ってたんですけど、やつ10月に亡くなっちゃったの。ね、ネット見たら10月の十何日病院で、喉頭がん。一緒じゃないですか。なんかね、呪われてますね、うちは。喉頭がん、佐々木さんもそうでしょ、善馬さんも喉のがん、でもやっぱり男性もそうだし、やっぱりほら喋る仕事だから、普通の人よりも喋りすぎてる分早めに傷んでくるんじゃないの分かんないけどまあ私も多分、うちの師匠は街頭演説のやりすぎだってましたけどねあ、そうね、それもやっぱり声が悪くなったの、その分の余分にね、でなんかさっきいきなりですけど、はいはい、段之助さんは何歳で、男子が何歳ぐらいの時に入門したの？私は49年ですから、37、8。パパが？まだ30代。若いね。若いね。私じゃあまだ小学生だった。小学生です。まだぐれてないよね。いやいや、もう立派なもんで、もう本当にね。だからね、その段九さんっていう名前だったじゃない。最初前座の時2つ目。前座で。前座さんだから。で、落語家で初めてアルファベットを使ったという。で、おばきゅうが好きなうち家族で、そう、で、段九さんって子供でもほら覚えやすいし、可愛い名前じゃない。だから。でね、9番目かと思って10番目なんですよね。なんで段九かってうちの師匠に聞いたら、おばきゅうが好きだからって。あ、やっぱりそうなんだ。おばきゅうの九で段九。おばきゅうの九。そう、だから段九さん、段九さんで。で、まあ10歳ぐらいだから、物心もついてて、もっともっと古いお弟子さんの時は、これ幼稚園とかだから、あんま覚えてるけども、はいはい、その段九さんっていうその、まあ、漢字はすごく覚えてるけど、そのって段九さんとして、段之助さんがいくつで入門したの？何歳？二十歳になるかならないかですね。若いね。6月ですから、大学の3年の時。そうか。それで、すぐ選挙になったんですか？いや、選挙は劉志さんと善馬さんが、入ってすぐです。私はもう6年間の議員の3年目。そうなんだ。だから龍一さんが3年施設秘書やって、私が後半3年施設秘書やったんです。施設秘書やってたの？やってましたどんなことやるんですか、施設秘書って。施設秘書といってもね、まあ 弟子の、弟子でカバン持ちなんですけどね、弟子でカバン持ちだとね、委員会館入れないんですよ。で、師匠は勝手に入っちゃったね、こっち、下のね、面会所で、いちいち書いてやると、お師匠行っちゃうからね、師匠が行って、龍一さんと私は、通行証という、これも施設秘書という、ね、肩書きで、施設秘書、松岡勝義、施設秘書、角田博史という。あ、みんな本名で。で、これ持ってると、スースースーされ。でもさ、そうやってなったら本名なわけじゃん。松岡勝義議員なんでしょ。松岡先生。松岡先生なんだけど、なんでこれさ、これすごいですよ。当時の本当の
選挙ポスターなんだって。ちゃんとあの証書が貼ってありますから、これあの、街頭に貼ってあったやつで、この時はあの段之助さんはまだお弟子になってないわけです。もちろんもちろん。それを何、家の近所に貼ってあったのを選挙が終わったすぐ剥がしに行かれてて、ここに画鋲の跡も残ってるっていう、すごくこれもレアな、初めて見ました私。あ、そうですか。で上に立川でね、あの掲示板はこれを貼ってるんですよ。これで1枚出しというのはね、うんうん、であの街頭に貼るのはね2枚重ねて、上が立川で下が男子で、はあ、あの本当にあの寄せのあの、めくりみたいな形で、これさ、いい色でしょ、これいい色だし、でこの、もう全国全国の年でもったいないぐらいですよ、これ。全国区の時は立川男子で出たのじゃ。いや、もちろんその前 の, あの衆議院も立川男子です。で聞いたらあの、普段使ってる、あの芸名とかペンネームはそれ出られるんです。出られて、じゃあ今度ここなんてのは投票する人は立川男子って書くと松岡剛の一票なの。横山ノックでいいんですよ。知ってました。で ね, あの、ペンネームでも大丈夫なんですよ。これ課長さんですよ。確かにいい、これ。ところがね、選挙だからって面白い名前。ちなみに月亭課長さんもだから、月亭課長って本名じゃないね、もちろん。違います、ね、この課長師匠は面白いですよね、うん、うちの師匠と同じ選挙出たんですけどね、うん、本来は、うちの師匠が大阪に行く時のね、うん、あの応援を頼んでたんです、うん、課長さんに、うん、それでうちの師匠大阪に行ってる演説しようと思ったら、うん、課長師匠来ないんで、うん、おい課長は来ねえな、どうしたんだいって言ったら、うん、いや課長師匠も立候補しましたって。じゃあ後から立候補した。課長師匠に言わせるとね、うん、あの男子さんなんかには任せられないって、任せられないってまだ当選してないんだからね。それであの続いて出たわけね。出たんですよ。でね、課長師匠出てね、課長師匠のね、あの、選挙公約が2つだけあるんですよ、はい。一夫多妻制を認めろと。銭湯の男湯と女湯の境をなくせって。これ本当ですよ。ちょっとこれを公約に抱えて。加藤さん当選したの？8万票取ったんですよ、これで、うん、もちろん当選なんかしません。しないのか。国会議員になったのはうちの人だけですから、うん、パパ何票ぐらいで、43万何千票。それで50人中の50人っていうのはね、話は有名ですけど、うん、で、あの、真打ちは最後に上がるんだってね、うん、あのね、私ね、高校生でね、うちの師匠が当選するのは、ね、テレビで見てました。高校生だ、私がね、小学校2年生ぐらいだった の,、でテレビで見てたんだけど、なかなか結果が出なくてさ、今日も写真持ってきましたけどね、当選した時の、当選した瞬間の、これはこのシーン、このシーン覚えてるんです。師匠があの白いね、あのなんか、あ、パパこれいい、初めてこのこういう役に立つって気づいたじゃない。で7月でしょ、選挙は。もう暑いさなかでね、師匠ね、うん、あの白いかすりの着物でね、袴履いてるんですよ。着物着てるんだ。で当選があった時にね、女の人が抱きついたの覚えてるんですよ、うん、誰この女。いやこちらの前にもう一人ね、あの内海恵子芳恵さんのね一人が抱きついてる。誰だろうね。で、あのでね、これがね、あの2日目の明け方。そうなんだ、から子供で見てても結論が出ないわけよ、うん、だって50人当選するんですからね、頭から、うん、それで途中でやっぱり一応芸能人だから、あの普通の人と違くて、こう今よりね、あの単純なんだろうけど、立川男子だと誰かと比較してこうグラフみたいなピューンピューンピューンとかいうのを幼心に見てたんだけど、寝ちゃったんだよね、やっぱり。でね、あの陳平さんに聞いたらね、あの投票した日の次の日だと思ってたらね、その当時はその日に開票しないんですよ、うん、次の日の朝から開票する。あ、そうなの。即日開票じゃなくて、じゃあ次の日の朝から始めて、そのこれ陳平さんに聞いてね、あの驚いた。次の日のだから2日目の明け方ですよ。すごい引っ張ってるね、明け方に、うん、でね、由美子さんの言ったようにね、うん、あのないないぐらいにいるってのは分かるんですよ、うんうん、45、6以外、うんうん、相手ね、53、4位なんですよね、うんうん、これ絶対もうダメだと思ってね、うん、しょう残念だなと思ったらね、うん、最後に東京の票が開くんです。かっこいいね。一番最後に、うん、お東京の票が開けはね、それも決まってるわけ、開ける県の順番とか、やっぱりあの票が多いから、みんなだもう小さいところはすぐ終わっちゃうでしょ。アクセスあるな。もう53から52、51、うん、50位当選、うん、
東京の票を開けて、都市票が一番強いですからね。はあ、いわゆるあの不動票が多いから。そうだった。ほんと滑り込み。で、でさあの NHK のアナウンサーがね、ひやひやしたちゃったやろ。エレーシーじゃ最後にやから。これ本当に言ったんですよ。でも本当にそれのように、ね、ストーリーがそうなでた。で、これがね、石原慎太郎さんがずっとこういてくれて、選挙事務所に。ずっといてくれたっていう話は聞いてる。それでだってその前の選挙があの衆議院でしょ、うん、衆議院があの8区なんですよ。だって8区ってうちの人関係ないですもんね。だからなんかドラマでやってたけど、ほら、あの応援カーで行ったらば、何やってんだ男子、ここじゃないぞお前の場所はって言われたとかさ。だってあの住んでるのオタクだしね、うん、普通ね、ああいうタレント坊やなんかはね、1区、うん、あの新宿中心に出るんですよ大概、うん、一番あの人がいっぱいいるから、うんうんうん、で絶対一番新宿の思い出があるに決まってるのに、ええ、なんで8区なの？あの銀座が近いから。え、どういうこと？終わった後すぐ飲み行けるって。マジで？マジ。宮が近いから。宮が近いから8区で出たの？本当の話。その頃から宮なの？ええ。で、その頃からもちろん萌一さんとかだよね。もちろんもちろん。ええ。でね、とにかくね、まあ最初だからってんでね、うん、あんまり真面目にやらなかったんですよ、うん、12月の選挙でね、師走選挙で、24日か25日ね、うん、選挙やんなかった。クリスマス休戦だっつってね選挙やんないでね、休んでた。当選するわけがないでしょ、うん、衆議院なんかもうね、地元みんな固めてるんですからね、うん、全国みたいに不動票じゃないんですから、うん、もちろん落選ですよ。でもそれだから30そこそこぐらいの時。そうです、1回の前の年ですからね。この当選した時だってまだ30代でしょ。そうです、私が入門した頃まだ30代ですから。あ、じゃあこの33歳でしょう。そう、ね、昭和46年で、うん、師匠11年ですからね。そう、33歳か。若いですよね。だから33歳で6年間じゃない、結果の参議院議員は、だから終わってもまだ40。そうです、そうです。そっか、あの海外とかも一緒に行ったりしました？海外は私行ったことない。これちょっと戻しますねあのこれこんな便利なものなに使えるってあの旦那助さん今日初めて発見しました。なるほどね。まあこれがね、有名ですけど、海外結構みんないろんなとこ行ってて、アフリカばっかり行ってる人もいたし、私が入ってすぐにね、あのブラジル行ったんですけど、それに入門したばかりだから、ブラジルあの連れて行ってもらえなくて。ブラジルはね、さすがに私も一緒に行ったことない。どうでしたブラジル？いや、ブラジルに落語にしに行って。やっぱり JAL の仕事？あのこれはね、ブラジルの新聞社からサンパウロ新聞というところから頼まれて。でもあのギャラもらえないんですよ。お金持ちの出ない、あのビザ持ってないから、うん、ワーキングビザ持ってないから ねだから向こうでやったやつは全部向こうに寄付して、うん、まあまあ、あのその代わりあの、もう、ご接待しますというね、うん、VIP の接待、もうあの、いい子にだって帰ってきましたけどね。帰ってきた後で偉い騒ぎだったんですよ。何時から行ってたんですか？1週間以上行ってましたね。何かだって行くのに2日ぐらいかかるの、ブラジルって一番遠いとこだもんね。で、まあ、あの日系人とか日本人がいますからね、うんうんうん、そこで落語やってね、あの、うん、もうめちゃくちゃ受け取りますよね、うんうんうん、それで帰ってきて、あの議員会館で後ろの人が、おサンパウロ新聞のなんとかってやつに電話してる、うん、あの東京支社、バカ野郎ブラジルだって。なんでブラジルのサンパウロ新聞の世話になった、ね、記者にね、うん、俺言いたいから電話かけろって言うんですよ、うん、師匠電話番号知らねえからおめえに聞いてんだ、うん、調べたんですか？調べろ。どうやって調べるんですかと、今みたいにネットとかね、何にもない時代ですからね、うんうんうん、ところがうちの師匠はあの入門した時にね、うん、俺が何か言った時にね、うん、できないと言うな、うんうん、できませんとかね、うんうん、知りませんとか言うな、うんうんうん、あの一番有名な話でね、あのうちの師匠は、うん、もう夜中にはね、もうコロッケ買ってこいってよくやるんですよね、うん、夜中のコロッケ、夜中のコロッケ、もう有名な話でね、うん、今みたいにコンビニとかね、夜中のスーパーないからね、どうにかしてコロッケらしいものを持っていくと、これで、あの合格なんですよ。だからあの無理をできなきゃ芸人としてダメだという、うんうん、よくやるパターンでね、うん、それであの散歩をしで考えてね、
うちの師匠と一緒に行ったのをツーリストの人がいるので、その人に電話して、あの札幌新聞のなんとかさんだ、ちょっと今調べるから、それ調べてね、あの電話かけて、師匠出ました、よく分かったなって、分かったなって、ね、あんたが調べるんだから、まあだからそういう、でもなんとかなるもんです。だしそういうことの連続だし、みんなその前座時代の話、この間篠介さんもあの前座の時に山手線が遅れて遅刻しちゃったと、それであの人はほらサラリーマンも経てから弟子になってるから、そんなのをね、あの普通の企業でも山手線止まって遅刻したら叱られることはまずなかったとそれであの一応すいませんって言ったけど叱られることはないなと思ってたんだって。そしたらすっごい怒って、お前な、動いてるものが止まるっていう可能性があることを忘れるなって言われたっつって、あだけどもう一時が万事で、じゃあ私なんかはあの師匠のとこ行くときはあの1本前のね、1本止まっても2回止まったらもう諦めてね、謝るんですけど、段階なんかもっとひどいですよ。あの練馬のうちがね、あの庭が寂しいからって言ってね、あの筒持ってこいって、師匠ついてあのどっから持ってくる、バカ野郎、高速道路の真ん中に植わってるじゃないかって、それを持ってくる。ダンカンさんのあの植木、それさ、この間ご本人からダンカンさんに聞いたんだけど、まずはその雑草抜けって言って、雑草っていうのはどこまでですかって言って、でもあのこれぐらいだって言って、とにかくもう何雑草じゃ植木も全部抜いてさら地にしちゃったと練馬で、バカ野郎って叱られて、近所のあの練馬の家って周りに当時まだ芝生売ってたりとか、前確かに植木屋さん多かったじゃない、芝生がもういっぱいあるからね、ゴルフ場かと思ったらね、売ってるんですよ ね、でそれを、ね、あの夕暮れ時に、だ要は泥棒じゃんと、そうですよそういう言い方もあると、それであの公衆電話で「ショッ植木ゲットしました」っつったら「えれえよくやった」って、それってそこ褒めるんだもんね。そうですね、うん、でねダメでしたとかね、あの持っていかないとしくじる、なんか形になればいいんですよ。なるほど。弓チャンネル